はい、こんにちは。12月19日です、今日はリクエストをいただいて第42代大統領の奥さんで前回の選挙で負けた HC さんについての動画を訳しています。リクエストをくださった方ありがとうございます。でこれはオーバーストックという会社の元役員であるパトリック・バーンという人が2016年1月14日にユタ州ソルトレイクシティで外国からの賄賂18ミリオンドルが HC さんに渡るように手配したと話しているインタビューです。元の動画のリンクは概要欄に貼ってあります。早速内容に行きます。ダーハムレポートに何が書いてあるか私は知っています。私は2016年1月14日にここソルトレイクシティで18ミリオンドルの賄賂を HC に渡しました。FBI を代表する人たちが2015年12月1日頃に私のところにやってきて HC がトルコから20ミリオンドルを受け取ることになった。でニューヨークのとあるグループのために一仕事してほしい。 FBI エージェントが HC のおとり捜査を行ってもいいという許可を上の方から得たので、そこで私にその外国政府からの賄賂を彼女に渡す手配をする役目を担ってほしい。でその外国から賄賂を運んできた人と10分間 HC と一緒に顔見知りになってほしいと言いました。で私は2016年1月14日 HC がソルトレイクシティに来た時に彼女の空いている時間に会う約束をして、彼女は18ミリオンドルの賄賂を受け取りました。でウィリアム・バーもダーハブレポートがこのことについて触れているということを知っています。そしてもう一つ、アメリカでこの5年間何があったのかずっと言いたかったことがあります。主要メディアで話せる日を待ってきましたが、これが何を意味するのか理解できたら二度とお呼びはかからないでしょう。で、HC が18ミリオンの賄賂を受け取るように私が手配したこと、ここで、この方はこれが2度目の賄賂だったという言い方をしています。で、FBI に協力したということを話しましたが、彼ら FBI ですねは3日後、この3日後はおそらく2015年12月1日ぐらいに来た、さらにその3日後にまた私のところにやってきて、全て忘れてくれ、何が起きたのか忘れろと言ったのです。で私がどういう意味なのかわからないというと、 HC が選挙に勝つことになったので、上層部は彼女に対して何をしても彼女が勝つことには変わりはないと判断した。で彼女が FBI に人をよこして誰がこの捜査に関わっていたのかを調べ、私たちだけではなくてパトリック、あなたも潰されますよと説明されました。でこれはその上層部の最も上の人たちによって決められたことだというので、私はちょっと考えてから、はい、分かりましたと答えました。しかしそのさらに 2,3 週間後には、私は今度は3人の政府関係者と会うことになります。その3人の政府関係者に、今回のことはこうとても気持ち悪い、座りが悪いのでなぜなのか知りたいと聞きました。で選挙の前まだ1年もあるのに、私ともう一人の人が1週間後には大陪審の前に呼ばれて、彼女は起訴されることになります。で今から言うことが何が起きたのかの鍵となります。で彼らの言葉をそのまま言います。パトリック王大統領は現時点で政府官僚ほぼ全て、特に司法省に影響力を持っている。 HC は大統領になって8年間在任する。でそれを変えられるものは今は何もないが、司法省の中には番宣バーナーがあって、でこの番宣バーナーっていうのは子どもの頃に学校で理科の実験に使ったバーナーですね。であなたが加担していた2度の賄賂の証拠はこの番宣バーナーの上にある状態、そしてその番宣バーナーの上にある手は王大統領の息のかかった人たちです。で HC がいい子にしていて、オーケア、
を守るのであればバーナーの火は低いけれども、もしも HC が悪い子になって自分勝手なことをしたら火はこう高くなる。そのようにして王大統領は8年間 HC を管理して、 HC の任期が終了したら王大統領の奥さん M が立候補するという計画なんだよパトリック。でこれらの言葉は政府関係者の口から出たものです。そして今年の春、ダーハムの捜査、スノーグローブという名前の工作があったことが分かりました。スノーグローブの名前は王大統領がつけたもので、スノーグローブってあのサンタさんとかが入っているこういう丸いので液体が入ってて降ると雪がパーって降るやつですよね。でそのスノーグローブの中に HC が立っていて、王大統領たちは8年間気が向くままにそのスノーグローブを手に取って振ることができるという意味です。で私が手配した賄賂は彼女がそのスノーグローブに入っていくための餌だったのです。でこれはただの理論ではありません。私はその場にいた関係者なのです。自分がこれに加担したことも認めます。で私は政府の司法を手助けしていると思っていましたが、実際には私が助けたのは DS が HC をはめて管理できるようにすることでした。だから1年前にこのことを公に話して、マリア・ブッティーナというロシアの赤毛の可愛い女性と一緒に写っている私の写真が出たりしたわけですが、過去5年間の間に起きたことは王大統領から HC への空ってなんか一撃だったのに、DT がまぐれで勝ってしまった時に、話がすり替えられてロシアが共謀したという妄想に形を変えたのです。でマリアにのぼせてしまって HC に賄賂を手配した私は他の誰よりもこのことに加担していて、だからこそ何が起きたのかちゃんと説明することができるのです。で最後には2018年と、10月に政府関係者が私のところにやってきて、パトリック、世界中に私たちのおかげで大金持ちになった人たちがいる。で私たちはあなたにも同じことをする準備がある。であなたは2020年の選挙期間中落ち着いて静かにしていればいいのですとオファーしてきました。なので私は彼らが2018年10月の時点ですでに今回の選挙を乗っ取る計画をしていたのを知っているのですということでした。でちなみにこのパトリックという人は最初に言った通りオーバーストックという会社の元 CEO で、この会社はオンラインでいろいろなものを定価よりも安く売るビジネスです。で私この会社が始まった頃15年以上前かな、結構ね時々利用していましたが、今はもう全然サイトにも行ってないかな、もうなんかどんどんアマゾンに市場を奪われたような印象を持っています。でおまけです、職場の同僚たちに去年は私いろんなクラフトショー何回も何回も下のこと言って、で職人さんが一つ一つ手作りしたもの、例えば木をくり抜いて作ったサラダボウルとか、あとはコルクで作ったお財布とか鉄瓶、もう日本の鉄瓶みたいなやつとか陶器などを選んでクリスマスプレゼントにしたんですが、今年はもうねこんな感じなのでそんな気もなえて全員ワインです。でアルゼンチン系の人にはアルゼンチンワインとか、イタリア系の人にはイタリアのワインとか、いつも白い服を着ている人にはシャンペンとか、なんか結構無理やり理由をつけて渡しました。であと去年はアートの個展巡りをしている時に知り合った人で、手作りクッキーとかケーキを焼く人がいたんですね。でその方から可愛いクッキーを買って配ったりしていたんですが、こちらも結構高いっていうのと、確かに高かった、このぐらいのバッグでだから15個ぐらい入って15ドルとかだったので、まあ結構高かったのと、あとは下の子がそんなん私ができるっていうので、今年は個人商店の経済を助ける活動があまりできていません。ところで下の子の
でも私ができるって言った割にはクッキー作ってくれなかったんですけど、でも下の子のリンゴ飴ビジネスが着実に成長しています。で前回7個オーダーがあって、今週末は10個注文が入って、赤いリンゴ飴を5つとキャラメルアップルを5つ今作っています。で材料費も今回出してくれるそうです。で前回キャラメルアップル作ってる時に私食べれるのかと思ったら1個ももらえなかったので、今回は私も、もらえるといいなと思ってリンゴを余分に買ってきました。というわけで Stay safe, stay healthy